プチパジャマ。リリウムトライアングル。行ってきまーす。行ってきます。行かないと遅刻しますから。もう冷たいよサナ、もっと私に優しくしてよ。アルカがぼーっとしてたのがいけないんです。だって朝ごはん食べてるユーナのこと見つめてたらそのまま二度寝落ちしちゃったんだもん。なんでですか。え、いや、なんとなく。それなら別に私だっていい。この時間なら走らなくても平気だよ。というか疑問に思ってたんですけど、はるかはわざわざ学校に通う必要あるんですか。え、学ぶまでもなく天才ってこと。学んでも無駄なくらいアホってことです。決まってます。ぐむ。
ちょっと本当に悪魔かどうか怪しくなってきたというだけです。今だな。同じじゃないですか。あ、じゃあね、なんか魔界の話とかしてよ。怪しいというよりは、もうさんくさいって感じですね。もう、そこまで言うなら。ほらほら、ちゃんと証拠。ちょっと、早くしまってください。誰かに見つかったらどうするんですか。じゃあもう、つついたり、ペロペロしたりして下心的なエネルギーを吸うしか。なんか、キモいですね。かわいいよ。でしょ、ワンちゃんみたいで。置いていきますよ。で、どこまでついてくるんです？だって、二人が授業を受けてるときって暇なんだよ。まあ、勝手に授業を受けるわけにもいきませんしね。この間は、ユーナのクラスに混ざって授業を受けてたよ。どんだけ馴染んでるんですか。昨日は、ソナの教室でダブってたじゃん。すみません、疲れから来る幻かと思ってました。あとは保健室でお昼寝したり、屋上で日向ぼっこしたりとかかな。はるかちゃん、あっちこっち行ったり来たりで大変だね。というか、そのフリーダムっぷりにどうして誰も突っ込まないんでしょう。あ、さなちゃん、もう教室着いちゃうよ。そうですね。それじゃあ、またお昼に。じゃあ、あたしは。ふんむんふんむん。ねえねえ、ユーナたちっていつもこんな難しいこと習ってるの？難しいかどうかもよくわからないくらい難しいね。
姉ちゃん、お弁当持ってきましたよ。わーい、さなちゃんありがとう。私も一緒に食べてあげなくもないよ。別にいいです。私は寂しいよ。もうまたさなちゃん、意地悪言わないの。言うな。あんまりお姉ちゃん聞こないでください。なんでさ。それはなんでもです。さなちゃん、私とくっつけないと寂しいんだよね。違います。そんなに強く拒否らなくても。まあまあ、パンスケやってるとご飯が美味しくなくなっちゃうよ。うん、それもそうだね。前向きですね。私も教えてあげられるかもだし。あ
お姉ちゃんはお菓子しかまともに作れないでしょ。いいでしょ、今度お菓子作ってあげちゃうよ。おいしいやつ。甘いものばっかり食べてたら太っちゃいますよ。わー、ひどい、気にしないようにしてたのに。あ、ほらもうお昼休み終わりです。よーし、食後のお昼寝でもすっか。どうぞご自由に。そんなにベタベタしてないですし、ほら離れてください。あーうーじゃあちょっと夜のお散歩してくる。あれ、お外もう暗いよ。サキュバスは基本夜行性なの。初耳ですけど。それにさ、夜だからなんかテンション上がっちゃって。じゃあね。
フラフラしてないで教えてください。え、何を？私の秘密？私とお姉ちゃん、どっちのことが好きなんですか？どうしたの急に。私は遥かのことは好きですよ。友達としてね。もっとです。じゃあ親友？もっと特別な気持ちだと思ってます。まさか。だってずっと私に冷たいじゃん。察しろってことです。え、ごめん、まだちょっと日本語に慣れてなくて。というか、なんで？いろいろです。好きなものは好きなんですから。試しに吸います？え、やめとく。そうですか。サキュバスというのは年中発情期なのかと思っていましたけど。言いがかりすぎじゃない？冷えてきましたし、帰りましょうか。そうだね。もう二人とも帰ってくるの遅いよ。すみません、お姉ちゃん。はるかが途中で不審者に拉致られてしまって。いるいる、元気元気。はあ。え、若干信じてた？ですね。それがいいと思います。でも夜更かししちゃダメですからね。まあお姉ちゃんは放っておいても寝ちゃうでしょうけど。うん、じゃあおやすみ様。はい、おやすみなさい、はるか。お姉ちゃん、
はようございます。あ、サーナ、なんか緊急事態なんだけど。ああ、またですか。それお姉ちゃんの癖なんです。え、よく寝ぼけて近くにいる人に一石なものを迫るんですよ。初耳だよ。あったかくなってきたから。私のベッドに入ってきてうざかったんです。だからこれで清々しました。ちょー、けどなんだか複雑ですね。相手にはこんな感じです。なるほど。というか、はるか、それあ、ドキドキして尻尾出ちゃった。まったく、外では気をつけてくださいよ。はいはい。ごめんね、はるかちゃん。昨日は結局遅くまで起きてたんですね。おしゃべりしてたらついね。ユナのは半分ってことだったの。嘘、三分の一くらいだよ。どっちでもいいですけど、早く着替えてきてください。朝ごはんにしますよ。お、サナちゃん、サナちゃん、たまには私が作るよ。いえ、いいです。お姉ちゃんお菓子しか作れないじゃないですか。へー、ホットケーキとかフレンチトーストならできるよ。私朝はご飯派なので。ちぇ
しなくていいの？え？うん、別にいらないよ。てか、しばらく吸わなくても平気だし。衰弱して生き倒れてた人が何を？もしかして、心配してくれてる？別に。ほら、早く食べちゃってください。って普通男性にいろいろといかがわしいことするんじゃありませんでした？やだよ。だって女の子の方が可愛いんじゃん。ああ。柔らかいし、いい匂いするし、甘くて美味しいし。ちょっとよくわからないですね。だいたいいかがわしいとか失礼だね。いかがわしくないの？We'll be right back.
アホそうになってますよ。生まれつきですが。かわいいのに。ふーんだ。サナだって変な顔にしてあげちゃうもんね。うりゃー。うわあ、ちょっとくっつかないでください。恥ずかしい。私のだもんね。お姉ちゃんまでつかないでください。それってどっちのどっち？二人とも私のなの。はいはい。はい、お弁当。一応はるかの分です。ですよ。私たちすっかり仲良しだねと思ってのことだよ。しみじみ言われるとはずいね。まだ出会って1ヶ月も経ってないですけどね。いいじゃない、仲良くなるのに時間は関係ないよ。まあそれには一理あるかも。頭の中まで緩んでそうですね。リリウムトライアングル。はるかちゃん。あ、ゆうな、授業終わった？うん、待たせちゃってごめんね。うんうん、そんなに待ってないよ。ちょっと暇でブラブラしてただけだから。そっかそっか。あれ、サナは？お、サナちゃん今日は用があるんだって。そうなんだ。うん、なんか手芸部の集まりだって言ってた。手芸？何それ、影絵とか作るの？違うよ。ほら、サナちゃんの部屋、ぬいぐるみがいっぱいあったでしょ。ああ、あるね。かわいい獣たちであふれてるね。ああいうのを作ったりするんだよ。あれか。じゃあどんどん仲間が増えちゃうね。サナちゃん、あんまり顔には出さないけど寂しがり屋さんだからね。ふーん、そうなんだ。じゃあ一緒に帰ろっか。家でご飯作ったり、サナも大変だね。うんうん、サナちゃんってね、すごいんだよ。手
先も器用だし、お料理も上手だし、なんだかんだで私の面倒見てくれるし。ん？なんか姉妹の立ち位置おかしい気もするけど。でもね、サナちゃんってば時々私のことうざいですって言うんだ。可愛がりすぎなんじゃない？もしくは甘えすぎとか。そっか。まあうざいとか私もよく言われるしね。そうだね。二人はさ、いつも仲いいよね。うん、ちっちゃい頃からずっと大好きで、ずっと仲良しだからね。そっか、そりゃ妹離れできないね。うんうん。お、はるかちゃんのこともちゃんと好きだよ。本当かな。本当本当。ほら、私の目見て見て、嘘ついてるように見える？かわいい。はぁ、そうじゃなくって。ユーノは素直だね。サナももうちょっと素直に可愛がられてくれればいいのにさ。それはそうかもね。けど、はるかちゃんだったら。あ、私だったら？そういうの嫌じゃない？Thank you.
緒にいたいな。ですよ。全然嬉しくない。冗談ですよ。はるかをからかうとそこそこ面白いですから。そっか、面白いか。じゃあまあ、いいかな。そこそこですよ。なんて、どうです?ドキドキしました?ドキドキした…てかもう、急にびっくりするじゃん。こんなところで、誰かに見られちゃったら、サナはいいの?別に、大丈夫ですよ。本当にしちゃっても。女の子同士なんですから。それよりそっちです。尻尾出ちゃってますよ。あれ、出ちゃってないもんね。わざとだもんね。間抜けですね。そういうサナだってちょっと顔赤いし。うるさいです、バカ。
ですか？また変な顔して。うん、なんでも。変なはるかです。いつもですけど。なんかさ、サナって妹にしとくのはもったいないかも。はあ？何ですかそれ。意味わかんないです。そうだね、行こっか。はい。開けてみるまで楽しみです。そっか、ご飯が桜餅とかだといいな。さすがにゲテ食いは勘弁してください。ゲテくないよ、美味しいのに。開けてみればわかるのだよ。卵焼きは甘いやつ？甘くてふわふわですよ。やったー、それなんかユーナみたいだね。なんですか、いきなり。私は卵焼きじゃないよ。舐めたら甘い気がする。あ、私舐められてる？どっちかっていうと舐めちゃったよね。それなら卵焼きにしといてください。
ちゃん、今日は授業中何してたの？めっちゃ知りたい？普通かな。中庭を散歩したりしてたよ。暇なんですか？そうだよ、暇だよ、退屈だよ。なんか面白いこと求む。求めるのは自由ですけど。そうだ、今度3人でどっか遊びに行こうよ。どこかってどこです？私が知るわけないよ。なんです？そんなに責め立てられたいんですか？例えばご飯食べたり、お散歩したり、お買い物したり。そうそう、だからさ、デートデート。いいねいいね、私も賛成。一緒に遊びに行こうよ。お休みの日はお部屋でぬいぐるみを増産するつもりだったんですけど。まあいいでしょう。そういえばちょうど私も買い物の予定がありましたし。ん？何買うの？別に何でもいいじゃないですか。じゃあ教えてくれたっていいじゃん。知りたい知りたい。下着新しいのですよ。下着買いに行くの？大人の下着？いえ、普通の下着ですけど。なんだ。そういえば今更ですけど、はるか、自分の下着は？私の貸してあげてるよ。お姉ちゃん大丈夫、時々ただのも借りてるよ。どうりでお気に入りのがなくなってると思いましたよ。なんかごめん。まあいいですけど。なんだったら新しいパンツとかお揃いにする？パンツおそろとかごめん、こうむります。昔はお揃いやってたよ。子供の頃の話です。というか、はるかの足りないもの他にもいっぱいあると思いますけど。あ、だったらパジャマもちゃんとしたの持ってないよね。それだ。それさえ手に入れば部屋で女子会できるしね。パジャマパーティー的な。3人で一緒にお買い物って行ったことなかったかもだしね。はいはい、わかりましたよ。ちゃんと予定立てておきます。かわーい、やったー。じゃあ私先にお風呂入っちゃうね。はいよー。何？たまには一緒にお風呂入っちゃう？え？ダメですよ。冗談冗談だよ。まったく。Thank you.
返事聞いてから入りましょうよ。サナだって入ってんじゃん。私はいいんです。二人ともいいよ。あは、言うな言うな。着替え手伝うか。自分でできるってば。じゃあパンツ貸して。なんでですか。パンツ履き忘れてる。ですけど、迷子にはならないでくださいよ。いなくなったら心配？めんどくさいだけです。もう子供じゃないんだから大丈夫だよ。そうだよ、子供みたいなものですよ。タルトも私お姉ちゃんなのに。バフン。そんな憎たらしい面構えの赤ちゃんなんていませんよ。歪んでる、心が歪んでるよ。バブバブ、お持ち帰り。出かけるんじゃなかったんですか。そうだった。先が思いやられますね。航空法に引っかかって撃ち落とされても知りませんよ。何それ、人間界怖い。怖いね。お姉ちゃん。ん？いえ、何でもないです。じゃあ迷子にならないようにみんなで手つなごうか。え、みんなって3人並んでですか。私は恥ずかしいから嫌です。ちぇー。ねえユナ、今日のパンツの色当ててあげるね。またパンツですか。いいよ。お姉ちゃんはもっと本気で嫌がってください。リボンのワンポイントとサイドにトリルがついた薄ピンクのやつでしょ。
私にも任せて。せめて下着以外のにしてください。それなら服とかお揃っちゃう？3人でお揃っちゃう？やめてください、キモいですよ。あんなダメなの？自分の好きなのにしていいんですよ。メニュー読めなくてさ。なんでそれでコミュニケーション取れてるんですか？ドヤ顔で言わないでください。うざいです。じゃあただと一緒のにするよ。そうですか。まったくしょうがないですね。決めた。私オムライスが食べたい。あー、いいな。あたしもそれがいい。それで飲み物はパインジュースにしよう。その辺で待ってるね。すぐ戻ります。
ますから。サマ、辛いの苦手なら違うのにすればよかったのに。じゃあ私たちはあそこで座って待ってようか。うん、私もなんかまったりしたかったし。そうなの？じゃあ膝枕してあげる。サナちゃんにもね、ちょっと前まではよくしてあげてたの。私もまったりしちゃってただけ。そっか、私めっちゃ寝てた。うん、ちょっと寝てた。ユーナの膝枕寝心地いいから。ありがとう。すみません、遅くなっちゃいました。ちょっと混んでて。で、何ですか、二人とも。くつろぎすぎじゃ。ごめんごめん、お腹いっぱいになったら眠くなっちゃってさ。いつも自由ですね。それじゃあお家帰ろっか。
ナが晩ご飯作る気らしいよ。うん、それはまあまあの一大事ですね。あれ、どうしたのサナ、お腹痛い？悩みでもある？ちょっとぼーっとしてただけです。そうなの？じゃあ私も。はるか、そこ動かないでください。うん、狙い撃たれたりするの？今日はなんだかちょっと疲れちゃいました。まあそうだね、結構あちこち行ったもんね。ちょっとはしゃぎすぎたかもですね。歩きすぎて足痛いよね。はるか、ちょいちょい飛んでましたよね。足元浮いてたの見てましたよ。あれ？バレてたか。はるかは本当にしょうがないんですから。いつもいつも手間ばかりかけて心配させて。
聞いて聞いて、これから来る夏に向けて夏休みの計画立てたよ。おー、一番夏休み関係ない遥かが何を。だからさ、3人で一緒に海に遊びに行こう。うんうん、いいね、楽しそう。お姉ちゃん、ちゃんと宿題しなきゃダメですよ。ぼーぼー、さなちゃんだって宿題あるでしょ。私はもうほとんど終わってます。私はないしね。うわー、ずるいよ二人とも。ま、そんなことだろうと思って、私が計画立てる係を買って出たわけだよ。そんなことドラマで言われても。そうだ、せっかくだし二人の導き嫌な予感しかしないので遠慮しておきます。超セクシーなやつ着て欲しかったのに。うーん、私は可愛いのの方がいいかな。選ぶ選ぶ、エチ可愛いやつ選んであげる。その前にお姉ちゃんは宿題です。いつも間に合ってるよ。提出できなかったことはないよ。泣きながら徹夜した結果ですけどね。それは言わないでよ。ほうほう、ふらふらの泣きながらの必死なユウナ、ちょっと見てみたいかも。まあ、今年はそうはいかないんだから。遥かはのんきにしてますけど。え、何？このままこっちの世界にいても大丈夫なんですか？一応。ああ、うん、それなら大丈夫。こっちの世界で暮らせるように実家に話しつけたから、あと会社改善したから。変わらずノリが軽いですね。でも嬉しいな。でしょ？だからこれからも人間界で女の子ペロペロしちゃうよ。主にユウナとサナをね。よっ、やっ
けじゃないですよ。うわー、こっちもですか。失敗失敗。しかし全くの敵。海でも二人とイチャイチャしたいからね。おー、それじゃあいくよ。それさ、
イリウムトライアングル。